覚悟しな、モンスターども。ワールウィンド炎を見ろ。助かる。ストロングアサルト、ライトフィールド、クロスレイ。僕を見ろ。ありがたい。ああ、ソードミラー、やかないと。敵の注意を。僕を見ろ。ありがたい。ここ、回復は任せてくれ。助かる。ライトフィールド、ブリッツパンチ、起き上がれ。アーツの許せねえろ。キレッセ、敵はこれで十分だな。おいおい、こんなもんかよ。予想通りの結果だ。なあエイ、本当にこっちで合ってるのか？この先のエリアはアグヌス軍の支配域だ。自軍へ合流するとなると、ここを通った可能性が高い。なら信じるけどよ。あ、どうした？戦闘の後か。軍隊同士のものじゃないな、もっと小規模の。わずかに反応がある。ってことはシティの生き残り？どうかな、あの子が発したものかもしれない。これあの子のものだ。じゃあやっぱりここで。ムクロがない。おそらくは連れ去られた。全員倒したとか、兵士たちと違って俺たちの体は後を残さない。それは不可能だ。痕跡から見て相手の方の数が多い。なるほど。なら大勢、もしシティの生き残りならナイルのこと何かわかるかも。そうだな、僕も興味がある。まさかここでシティの生き残りが見つかるなんて。ついてるぜ俺ら。あくまで可能性の話だ。今はとにかく彼女を追いかけよう。敵だ。どうする？ストロングアサルト、僕を見ろ。バン、助ける。いや、うらっ。エネルギーが登録できたんだよ。ライトフィールド、うらっ。僕を見ろ。ありがたい。ストライク、敵の注意が。ブリッツパンチ、僕を見ろ。ありがたい。いや、ワールウィンド、ストライク。容赦ないね、マーシュ。敵の注意が。うらっ。まだ想定内のダメージだ。回復は任せてくれ。情報収集、僕を見ろ。ありがたい。崩れろ。敵の注意が。ストロングアサルト、死ぬと思った。強くなってやるぜ。敵の注意が。僕を見ろ。ゲーム感謝。ライトフィールド、ニコル。あ、油断が過ぎた。カバーに入る。隙など与えない。ガツンと決めてやるぜ。いいぞマシュ。いい感じ。ここ、ここまで。出ると思った。待ってこうぜ。僕を見ろ。敵の注意が。僕を見ろ。助かる。敵の注意が。僕を見ろ。みなぎってきた。ブリッツパンチ、ここ。
ワールウィンド。死ぬやつに見つかった。全員集合。えい、ここらで休息だ。わかった。さて、何をしたもんかね。拳がさらに固くなったぜ。どこから帰りをしようかな。洗い時かな。クタクタだぜ。なんか悪かったな。日時計から解放しちまって。いえ。でもな、納得できねえんだよ、お前たちが戦ってるのは。得体の知れない連中と嫌じゃないか。コロニーには戻りたくねえのか。戻ったらまた戦う。僕も同じだから。そうか。なら俺たちもう仲間だな。仲間？あの人はどうなんだろう。解いてあげて。でも師匠。日時計から解放されているなら彼女はもう仲間だ。仲間？さてと、いくつか質問に答えてほしい。いいかな。まず君の名前、それと所属コロニーだ。名前はカギロイ、コロニーガンマ広域支援小隊所属か。遠いね。ガンマの支配域はこの辺りじゃない。なんだってこんなところに一人で。誰に破壊されたんだい。コロニーの日時計さ、軍の情報とは違う。それなら答えられるだろう。変な二人組。二人組？ケベスとの戦いに介入してきて。それで失政官は？へえ、メビウス倒したっての？すごいねそいつら、師匠並みじゃん。どんな二人だった？一人は銀髪に青い服、赤い刀身の剣で日時計を切った。そう。もう一人は？頭の悪そうな男、黒い服にナックル。執政官を倒したのはそいつ。不思議な光の力で。ちょっと待った、それは本当か？そいつ髪の毛こんなんじゃなかったか？マシューだ、間違いない。あいつ生きてたのか。マシューって？
ああはい、シティの人間です。俺と同じ調達班でメビウスやれるって言ったらあいつしか考えられない。そんなにすごいのか。あんたたちシティの人間。質問していいなんて言ってないよ。いや構わないよ。確かにこの中にはシティの者もいるが、正確には少し違う。僕たちはリベレーター、シティの生き残りを探しているんだ。生き残りを？そうだ、この世界を守るためにね。通信波は？こんな時間に誰が？あいつ！来た。なんだ？地震？違う。何か巨大な物体が移動している。向こうだ。鉄巨神！こんな深夜にどこのコロニーだ。妙だな、随伴すべき兵士が一人もいない。東に向かってる。追うぞマシュ。ああ、監視は？混沌させられてた。怪我は大したことない。そうか、探そう。彼女コロニーに戻るつもりだ。戻ったら消去される。ったく世話の焼ける。だから全部話した方がいいって。すまない、受け止めきれるタイプに見えなかったからね。少しずつと思ってたんだが。良くないな。パナセア、全員を起こすんだ。戦闘態勢！分かった。私はコロニーガンマのカニロイ。敵ではありません。私は敵だよね。もう
命の日時計をなくした兵士は用済みなんだよ。死生か。なぜか何の役にも立ちゃしない。おっと訂正、敵の場所は教えてくれたっけ。ならまあ少しは役に立ったかな。とりあえずお前は消去。ご苦労さん。何をしてる。動け。大丈夫か。こうなるから君を保護していた。これが奴らの本当の姿だ。お前は。約束が違うな。約束？ゼット殿だ。ことが収まるまで互いに不干渉との約束だったはずだが。確かにゼット様から干渉するなとは言われてはいたよ。いたけどね。仲間が倒されたというのならば話は別。別なんだよね。始まってる。抜けるぞ。いた。けど他の連中は何だ。見たことねえぞ。話は後だマシュ。ここは加勢する。おお、珍しいなエイ。まずはこのデカブツを片付ける。
の作戦でいく。これを試してみたい。知恵を出し合おう。これを試してみたい。やってみようか。君たちは悪いな、飛び入りで。俺はマシュ、そいつはエイで、こっちがニコル。そこのカギロイと関係を持っちまってね、見過ごすわけにはいかなかった。じゃあ君たちが、それがウロボロスパワーってやつ。なるほど、メビウスを倒せるってのもうなずけるね。この程度で驚くなよ。次はてめえに食らわしてやる。何その積年の旧敵みたいな眼差し。お前に恨みを買われる覚えはないんだけど。てめえにはなくてもこっちにはあるんだよ。晴らしても晴らしきれねえ恨みがな。マシュ、落ち着け。技が鈍るぞ。バレなくても分かってるけどな、ああいう目つきのやつを俺は許せねえ。いいねえ、そういうの嫌いじゃない。ならこっちも誠意を見せないとね。何が
引き継いだ。記録しておいたぜ。15年前のことが嘘みたい。ずっと遠い昔のよう。もう使うこともないのかもね。だといいんだけどな。ケベスの女王は解放してない。戦いは終わってないって？このままじゃダメなの？兵士たち戦ってるんだぜ。今この時も。私はこの今が続くのならそれでもいい。本気か？じいちゃんが聞いたら卒倒するぞ。それ両軍の兵士が私たちのルーツだってのは知ってるよ。でもね、私たちは私たち、メビウスと兵士たちはメビウスと兵士たち、共存ができないわけじゃない。共存って、お前。お互い干渉さえしなければ戦いは起きない。それがこの15年だったんじゃないかな。マシューって全部じゃないとダメなの？え？私にとってはあの子たちが全て。余裕なんてないよ。その意気込み、このレックスが引き継いだ。あ、無事か？は、はい。立てるか？ニコル、戦えるな。お前もだ、カギロイ。考えるのは後にしろ。今はこれが現実だ。自分、いつでも行けるぜ。合わせる。なあ。
ていたんだ。それに続け！なるほど、そういう仕掛けだ。
俺は左をやる。シルク、お前は右を。分かった。そんでお前、小僧。あ？んだよ小僧って。お前はメビウスをやれ。同時だ。はあ？同時？行くぞ。おい、いきなり。いいタイミングだったね。助かったよ。真打ちは後から登場ってな。しかし妙だなこいつ。うん、日時計が2つ。だが兵士はいねえ。裏がありそうですね先生。メビウスの中に様々な日時計を実験的に作り出している者がいると聞いたことがある。リンカ、ちょいと調べてくれるか。わかりました。この件については小隊を編成して対処させます。頼む。さてと、こいつらは？シティの生存者らしい。ほう、ウロボロスパワーはそのせいか。こっちの兵士は誰が解放した？ふん、面白くなってきたな。それはそうと、お前がいてなんでメビウスに襲われる？そいつだよ。保護してやったのに敵に居場所教えやがった。お前は。仲間のところに戻りたかったのか。俺たちを犠牲にしてでも。違う。知らなかったとか言うなよ。結果を想像できてたはずだ。お前はただ見ないふりをしただけだ。お前言うの？ん？敵にお前呼ばわりされる筋合いはない。てめえ、こんなの誰も頼んでない。あと少しで成人だったの。仲間と一緒にここまで来たのに、必死で戦ってきたのに。二つ言っておく。一つ目、お前の敵はあいつだ。二つ目、お前に仲間はもういない。あ、俺らはどうしたらいい？状況的にあんたらが敵じゃないってのはわかるけどよ。なんつうかこうな。どうもこうも、これからは一緒だぜマシュー。ディロン、お前生きてたのか。俺も同じことを言ったよ。よく無事だったなマシュー。テントを用意させる。積もる話はそこでするといい。そいつはありがてえ。
ずっと野宿だったからな。明日僕らの拠点へと立つ。君たちさえ良ければ同道してくれると頼もしいんだが。構わねえが、いいよな。って感じだ。助かる。で、その拠点って？あんたらの素性もうちっと詳しく。それは道すがら説明しよう。急ぐ必要もないだろ。ああ、まあそうだけどよ。わかった。じゃ。そういや、リベレーターだっけ？一体どういう集団なんだ？リベレーターは僕とレックスがメビウスと戦うべく結成した抵抗組織だ。あんたたちもメビウスと戦ってたのか。ああ、この世界の解放、本来あるべき姿を取り戻すためにね。だが今は他にやるべきことがある。やるべきこと？君やディロンのようなシティの人間、命の火時計から解放された兵士たち、彼らを救出し保護することだ。現在のリベレーターはそれを最優先事項として活動している。うん。結成当初は僕とレックスに加えてわずかな仲間しかいなかったが、次第に保護した人たちが協力を申し出てくれて、おかげで今じゃ結構な大所帯だ。そろそろ見えてきたね。あそこが僕たちの仮設キャンプだ。さあ着いたよ。ひとまずここなら安全だ。あそこのテントを使うといい。君たちのために用意させておいた。ああ、ありがたく使わせてもらうよ。久しぶりに屋根のある場所で眠れるぜ。ここにいる仲間には事情を話してある。取って食いやしねえって。そう言われて信用すると思う？いいから飯でも食って落ち着こうぜ。腹減ってるだろ。別に私は。今はゆっくり休むといい。見張りは僕たちがやろう。拠点へは翌朝に出発する。疲れを残さないようにしておけよ。それじゃあまた。ないですよ先生。うん？あの言い方はないです。ありえません。んなことは分かってるよ。はあ、私たちにはしませんよね。もっとこっちの立場に立ってくれるのに。どうしてです、うん、距離が近いとそうなるんですかね。分かってんなら言うなよ。っていうかさすがだな、リンカ。一目で分かりました。似てますもん、とっても。だよな、いつかとは思っていたが、まさかこのタイミングとはな。向こうもそうみたいですよ。向こうって本当か？パナセア、そうじゃないかって言ってました。そうか、うん、因果と言うべきか、エニシと言うべきか。いい装備だね。よどみのない関節の動き、滑らかなモーターの駆動音。人殺しの道具ですよこれ。なのに褒めるんですか？確かにね。ほう、エクイテスのパルス駆動機じゃないか。
道理でいい音がするわけだ。シリンダーとの併用か。看護寸法もぴったりだ。ちょっと勝手に。君が作ったのかい？もう昔から機械いじりが好きでね、見てるとつい。あのさっき助けようとしたろ、こいつでさ。道具は所詮道具、使う人間次第。そうは思わないかい？人を殺すのも人を助けるのも。その腕、昔戦いでね、このリクに作ってもらったんだけど。けどなんだ、もなんか含みのある言い方も。悪くはないよ、悪くはないけど、ちょっときしみがね。それ悪いって言ってるもん。あり合わせの材料で作ったんだから無理言うなもん、ちょっと見せてもらってもいいですか？やっぱりこれ間にシムが入ってないですよ。だから音がするんだ。確か厚みの合うパーツが。何？もう逃げないよ。逃げるとこなんてないからね。僕は良かったって思ってる。ん？君と戦って。意味わかんない。戦わなきゃここにこうしていられなかった。こっちはいい迷惑なんだけど。よく笑われた。はあ？僕ブレイド出せないから、役に立たないから。ふん。笑った人たちはみんな死んだ。そう、よかったじゃない。せいせいしたでしょ。僕なんかが生き残った。生き残っちゃった。だけどここなら役に立てる、そんな気がするんだ。本当は誰と戦わなきゃいけないか、それだけは分かったから。ニコル、もう一つ良かったこと。あの時君を殺さなくてよかった。バカじゃないの？あんたなんかに私が負けるわけないじゃない。こうして仲間になれた。バカだよあんた。おっす、今日もいい天気、いい朝だ。いや、雨が降り出しそうなほど曇ってるぞ。おはようございます。おはよう。おお、お前が挨拶だなんて。雨でも降り出すんじゃないか？だからそう言っている。ひょっとして俺のこと気に入ってきたりなんかしちゃってる？こっちは神聖のバカかよ。いいね、いいよ、良くなってきた。おはよう。疲れは取れたかな？ああ、おかげさまでな。久しぶりにぐっすり眠れたぜ。
そいつは結構。俺たちの拠点までまだ先は長いからな。リベレーターの拠点か。どの辺にあるんだ？そこの崖を登って、あとは道なりに進めば見えてくるよ。へえ、どんなところか楽しみだな、カギロイ。別に興味ない。相変わらず素直じゃねえな。僕はちょっと楽しみかな。お、だよな、ニコル。カギロイはノリが悪くってな。こいつうっさいんだけど。じきになれる。拠点にはシティから避難してきた人たちもいる。着いたら無事を知らせるといい。きっと喜ぶよ。ああ、ぜひそうさせてもらうぜ。さあ、おしゃべりはこれくらいにして出発するぞ。おう。この人登録完了よ。名前を登録しておこう。よろしくな、ニコレ。お手柔らかに頼むよ。君のリズムに合わせるよ。道中にはモンスターもいるだろうし、ここは共同戦線と行こうぜ。そいつはありがたい。頭数は大いに稼